ホワイトソックスの初代オーナー、チャールズ・コミスキー。その名前は2002年まで本拠地の球場名コミスキー、パークとして残っていた。この一覧は、メジャーリーグのアメリカンリーグ中地区に所属するシカゴ・ホワイトソックスの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。なお、 レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル受賞者を以下に示す。シカゴホワイトソックスは1901年のアメリカンリーグ創設時にシカゴホワイトストッキングスとして加入。創設初年度にリーグ優勝を果たしアメリカンリーグ初代王者となった。1904年に現在のホワイトソックスに改称した。現在までのワールドシリーズ優勝は3回。 初年度はワールドシリーズが開催されていなかったが、1906年にワールドシリーズ初優勝。1919年には4度目のリーグ優勝を果たすが、ブラックソックス事件を起こし、ワールドシリーズ敗退。これにより8名の主力選手を欠いたことから低迷。2005年まで88年間、ワールドシリーズ優勝から遠ざかってしまった。現在まで6度のリーグ優勝。 5度の地区優勝を果たしている。判例、ありがとうございます。